ではご紹介させていただきます。天野雅子先生はお茶の水女子大学教授で、職業社会学ネットワーク論をご専門とされ、主な著書には物と女の戦後史、生活者とは誰か、そして8月には新刊フェミニズムのイズムを超えてを刊行されました。ではこれより講演に入らせていただきます。天野先生より、母親として女性としての豊かな人生づくりについて、生活者という立場からお話をしていただきます。題して、母親自身の生活設計、生活者としての豊かな生き方、暮らし方です。お願いします。天野雅子です。どうかよろしくお願いいたします。私の、身近な経験からお話をしたいと思います。で、今私は大学で社会学という学問を学生たちと学んでおりますけれども、学生たちとの関係で私が一番心がけているのは、現実の中からどのような疑問っていいましょうか、あるいはどのような問題を出していくかという、疑問を出していく心とか、あるいは問題を出してそれを深めていく力をどう育てていくかということなんですね。今日の私の話のテーマは、生活者として生きるっていうのはどういうことなのか、生活者になっていくっていうのはどういうことなのかというところにですね、引き戻してちょっと考えてみたいというふうに思います。実は生活者の最も大切な条件っていうのは、暮らしの中でなぜだろうという問いかけをする人なんですね。それがまず第一の条件なんです。皆さん、生活者っていう言葉お聞きになった方どれくらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げてください。生活者って聞いたことありません？そうか。いや、今割とキーワードの一つになってるんですよね。例えば政党のスローガンに生活者っていう言葉が挙げられていますし、あるいは今年の政治家の元旦の挨拶にも、生活者の世紀の幕開けにあたってとかですね、それから企業も生活者に優しいとかですね、生活者っていうのは本当に誰もが気軽に使って、もう時代のキーワードの一つになっているわけですね。で、生活者とは何者なのかという定義はほとんどされていません。定義なしにですね、皆さんが使ってらっしゃる。で、消費者っていう言葉を使うと、もう人々の心をなかなか引きつけない。むしろ生活者っていう方が非常に新鮮だっていうことですね。かなり引っ張りだこに使われているんですね。とは言いながら、まだどの国語辞典にもですね、生活者っていう言葉は搭載されておりません。ですから辞典に搭載されるほどにはまだ熟していない。けれどもみんな使っているんですよね。ちょっと皆さんあまり使っていらっしゃらない、聞いたことがないっていうんで、いや、これはちょっと当てが外れたなと思ったんですけれども、実はこの言葉っていうのは90年代のですね、今突如現れたものではないんですね。60年近い歴史の重みを担った言葉なんです。で、今日はちょっと専門的になるかもしれませんけれども、駆け足で歴史の中の生活者像を訪ねる旅に出ていって、そしてそれを現代に生きる私たちの問題にですね、引きつけて考えてみたいというふうに思っております。